どうも皆さんこんにちは、Kコーヒーです。はい、では今回は、タイトルにももう出てると思うんですけども、コーヒーを入れるときに、上の泡って出ますよね。その泡っていうか雑味になる成分と呼ばれる泡の部分が本当に悪かどうか検証していきたいと思います。当然のように言われていることなんですけども、なぜ私がそう思ったのかというのが、ブリュワーズカップ世界ナンバーワンになった加瀬谷哲さんっていらっしゃいますよね。その方の、入れ方を見てると、完全に上の泡を落としきってるんですよ。世界大会でも、世界1位になった大会でも落としきってるんですよね。世界大会でもう本当雑味が出てはいけないような大会で、あえてその一般的に言われる雑味が出るっていう方法、泡を落としきってる方法で世界一になったのに、本当に上の泡というか落としきらないのが正しいのかっていうのがすごく疑問に思ったので、今回はその検証をしていきます。豆の焙煎の度合いによっても、その雑味っていうか、そういう出方がやっぱ変わるのかなとは思うので、今回は、シティローストチューブ缶入りの、豆と、ミディアムローストまあ比較的浅めな浅入りな豆で、2パターン検証していきます。で、今回は、シティローストチューブ缶入り編です。今回の検証の仕方は、いろいろ方法はあると思うんですけども、通常通りトリップして、落としきらずに抽出1杯を抽出する方法と、泡を落としきってそのまま1杯抽出する方法っていうので試していきたいと思います。では早速入れていきたいと思います。今回も、10g で 150cc の、コーヒーを抽出していきます。では入れていきたいと思います。非常に楽しみです。抽出される成分を、確かめたいので、比較的温度高めな90度で入れております。加瀬谷さんの、46メソッドは粗挽きですけども、成分を確かめるために細挽きで今回はしております。はい、では取っていきます。現時点ではちょっと落ちきっちゃいましたけど、そこそこ残った状態で取ってます。はい、入れ終わりました。では早速飲んでいきます。いただきます。まず匂いを確認します。匂いは、そんな強くは出てはないんですけども、いい匂いです。
うん、まあ、いつも通りやっぱり、まあ、すっきりしてるというか、やっぱクリーンな、結構雑味は少ない味に仕上がってるかなと思います。美味しいです。落としきらない方法と比べるとちょっと油分が多く出てるのが分かるかな。ちょっと分かりづらいですね。ちょっと私の目からすると油分が先ほどより多く出てる感じはします。では気になるお味を確かめてみたいと思います。いただきます。あー、匂いはほんとさっきよりよく出てるかなという感じです。うん、いい匂い。あー、美味しいです。先ほどと比べてもあのそんな雑味が強いって感じがしない。むしろこっちの方が甘みとか酸味の方が結構出てる感じがします。うん、美味しい。まあでもちょっと、うん、後からちょっと雑味っていうか、うん、雑味がちょっと後味でこう残る感じはちょっとしますね。うん、そうですね、ちょっとやっぱ雑味っていう分ではちょっと出てるのかなと思います。まあ、ちょっと好みの話にはなるかもしれないんですけども、まあ、結構こういったシティロスト深入りでも全然そんな雑味が多い感じはそんなにしないかな。うん、私個人の感想としては十分これでも美味しいです。雑味もそんなかなり気になるほど雑味もそんな出てない感じがします。うん、そうですね、うん、フレーバーも多分ほんとさっきよりか出てて、程よい酸味が、まあ、シティローストの分酸味はそんなあの多くは出てないんですけども、それでもやっぱ酸味はちょっと感じれるぐらいにはなったかなと思います。うん、美味しい美味しいけど、やっぱ後にほんと雑味が出るのはすごくわかります。ちょっと入れたものを比べてみましょう。左手前にあるのが、落としきらずに入れた方法のコーヒーで、右奥の方が、落としきったコーヒーです。まあちょっと今、まあ、こっちの最初に入れた方は、冷めちゃってますけども、うん、すっきりしてさっぱりしてる感じがします。まあ、冷めてくると、まあ、先ほどより酸味を感じれるようになりました。うん、あ、うん、やっぱこうやって飲み比べてみるとやっぱり雑味っていうかそういうのは後に入れた方、まあ落としきった方っていうのはやっぱり雑味は出てる感じがすごくわかります。まあ、ただ本当飲み比べないと結構わかんないレベルっていうかだとは思います。うん、やっぱ飲み比べたら結構わかります。ああ、まあただ本当、うん、ちょっと好みが分かれるとこかな、これ。もしかしたらなんですけど、深入りが好きな人はやっぱりこう、この場合だと落としきった方が多分好きなのかな。まあ、深入りが好きな人が好きそうな味が、まあ、こちらの落としきったコーヒーの方がします。で、まあ、対照的に、もしかしたら、こちらの落としきらないで、飲んだコーヒーっていうのは人によってはちょっと薄く物足りなく感じるかもしれません。ただその分すっきりしていて、まあ、苦味的には少ないコーヒーに仕上がってます。うん、やっぱ結構違いは出るもんですね。いやでも自分は、まあ、変な話どっちも好きです。まあ特に今夏場なんで暑いんでね、どちらかというと多分すっきりしたのを皆さん飲みたい人も多いんじゃないかと思いますんで、その時はもうこっちの落としきらないコーヒーっていうのもいいと思います。はい、ということで入れて比較をしてみました。まあ、結構、まあ、飲み比べたら違いが出ます。分かりやすいかなと思います。まあそして今回は、まあそれぞれ、最初の抽出したコーヒー
真ん中に抽出したコーヒー、雑味だけのコーヒーっていう3つに分けたりしてないので、まあ、違いが分かるかな、はっきりするかなと思ったんですけど、まあ違いは結構はっきりしてます。本当これも好みによるので、それぞれ皆さんやっぱり好みの味で入れ方っていうのを分けられてみてください。まあそれもやっぱコーヒーのある意味楽しみ方、コーヒーを入れる人のちょっと楽しみ方でもあるので、まあぜひ遊んで実験してみてください。はい、ということで今回は、シティローストチューブ化入り編です。まあもっと深入り、フルシティ以上になってくると、まあもっと、まあ、雑味がもしかしたら出てくるのかなと思ったり、まあそして最近の、コーヒーの豆の質っていうのは高いっていう風にも言われてますので、もしかしたら昔で言うとやっぱり質が悪かった時代はその雑味を、もっとひどい雑味だったのかもしれないので、やっぱ落としきらないっていうのが、まあ、都市伝説じゃないですけど当たり前のように言われてたのかなと思います。まあ粕谷さんが落としきる方法でやってた理由もやっぱり粕谷さん自体がその芸者っていうか、パナマの芸者っていうのはすごく美味しいんだけど、やっぱボディが弱いっていう風にもちょっとおっしゃってた部分があるので、もしかしたらその質感、ボディっていうかコクというか味の深さっていうのをもしかしたら出したかったから、そういう落としきる方法で入れたんじゃないかなと、思っております。まあ、なので、まあ、私の本当個人的な見解ですけども、まあ、この落としきる方法、まあ、上の泡、一般的に雑味と呼ばれている、部分っていうのは悪ではないと思います。本当その時の気分とか、まあ、その時の好み、人の好みにもよるとは思うんですけども、私は結構幅広く美味しく飲める人間でもあるので、全然この少し雑味があった方がやっぱりコーヒーの味わいに深みが出るので、比較的嫌いじゃないです。まあちょっと今回の動画もまあオチがないというか、本当まあ締まらない内容にはなってしまいましたけども、まあこれを参考にしていただいて、皆さんがより好みのコーヒーに近づけるようになれたら嬉しいかなと思います。それでは皆さん、今回も本当ご視聴いただきありがとうございます。また本当してほしいことがございましたら、コメント欄にも、お待ちしております。またツイッターも、私自身しておりますので、まあツイッターも、貼り付けておきますので、まあ何かありましたら、リプとか DM とかでもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。今回の動画でも少しでも参考になれば嬉しいです。ではまた皆さん、次回の、動画でもお会いしましょう。それではまたね。